どうも皆さんおはようございます。おはようございます。はい、今日はテレ東音楽祭に出演します。ぜひ皆さん AKB48 は夜の9時台の出演って発表されてたので、ちょっと夜遅めなんですけど、皆さん食べちゃった。楽しみにしててください。寝起き顔、全然2時間前に起きてた。なんかさ、すっぴんだと寝起き顔ってみんな言いますよね。なんかバラってつけてるけど全然笑い事とかじゃないので、はい、面白いですか？やっぱすっぴんで配信するの本当に嫌なんですよ。なんかそういう言われ方が、寝起きじゃないのに寝起き顔みたいな。そう、すっぴんの時って大体朝か、まあ、夜じゃないですか。そう、まあ、昼にそれを言っていただいたら違うよみたいな感じで言えるけど、もう朝とかちょっと本当違いますって感じで、ちょっとマジレッサーになっちゃうので、はい、すいません。ごめんなさい。寝起き顔、女の人の見たことないですか、逆に現実で。今日は暑くなりそうだって。え、雨じゃない？雨じゃないんですか？雨だと思ってた。今日は新しいマスカラを使います。どうでもいい。ちょっとね、メイクベース整理せんと。今日は、はい、長丁場なので、長丁場ではないけど、長丁場なので、はい、頑張りますね。長いんだね。だってそう、リハーサルからの時間が長いかな。ぜひぜひ楽しみに。何持っていこうかな。ね、髪型どうしよう、悩む。おでこ出します？だって、え、どうしよう、なんかわかんない、この髪型何が正解なんでしょうか。わかりません。どうしよう、見つけやすい髪型がいいな。だってでも私はいつものポジションなので、
ぜひそこら辺集中してみてください。集中してみます。イエーイ。もうどうせ覚えたのでバッチリです。鼻かみたい。皆さん、AKB48 の最近聞いたは見てくれました？なんかひろゆこさんのキャラが強烈すぎて戸惑いました。ああいう感じなんだと思って、すごく強引で、そう、びっくりしたんですけど、でも楽しかったです。なんか天才とやばいってマジでなんか紙一重、なんて言うんでしょうか、なんかそういう感じに思った。なんかすいません、録画したけどまだです。お、全然後で見てください。うん、やっぱり次回最終回なんだね。だってでもなんか新しくなるんですよね。 AKB48 最近聞いたじゃなくて、AKB48 の最近聞いたかもっていう番組に変わって新しくなるらしい。だから終わりっていうかまた始まりそう、終わりの始まりなので楽しみにしていて、そう、リニューアル、そう、リニューアル、聞いたかも。エリちゃんいっぱい出てほしい。だって評判が良ければ出ますよ。みんながよかったっていっぱい言ってくれたら、鼻かみになってきた。今ティッシュないんです。ウェットティッシュならあるけど、ウェットティッシュで鼻かむのはなっていうね。
いやなんかあの番組ってひろゆこさんは携帯で撮ってるんですよ。だから番組始まってたの撮影なんか気づけなくて、なんかメイキングかなって思って最初で ずっと羽ピンなんかメイクでなんか癖つけるためにこうやってピンをねずっとつけてたんですけど、エリちゃん外した方がいいよみたいな感じで言われて、えみたいな、えなんでえメイキングだよねみたいな感じで思ってたら、普通にひろゆこさんが喋り始めて始まってた。なんかそう携帯で撮ってんですけど、だから私マジメイキングだと思って、それが本当に番組で使われるって思ってなくて、その最初はね、なんかカメラなんか普通テレビってさなんかこういう感じのやつで撮るじゃないですか。でもなんか携帯でこうやってずっとこうやって撮ってるからメイキングだと思って、まあ、そうつけたまんまで、まあ、本番始まる前に撮ろうって思ってたらそれが本番だった。そうそうだからマジでなんかテレビってさ本当結構また言うんだけど、こういうなんか大きいカメラで撮るじゃんっていうイメージしかなかったから、携帯で撮るってなくて自分の中に、そのなんか Vlog なんか YouTube なんだ Vlog かなみたいな Vlog に思えてきて最初の方、そうなんか今 Vlog 撮ってるのかなみたいな、番組なのかなこれってって思った。でもちゃんとテレビで放送されてたので、あーってあ番組だったって安心しました。うん、カメラ持ってくの忘れた回にスマホで撮ったら意外に良くて、そこからスマホで撮るようになったんよ。だってカメラ持ってくの忘れるとかある？テレビでどういうこと？カメラ忘れるとかあるんだ。すごい。新発見。でもちゃんとカメラもついてましたよ。大きいカメラもいくつかついてたけど、数はちょっと忘れちゃったんですけども、その Vlog が主だったから、そうちょっと Vlog のことしか覚えてないですね。うん、整備士似合いすぎてた。嬉しい。でもつなぎはねよく着てるんですよ、意外と昔から。そうだからなんか着慣れてた。うん、アンダレとかあとあのミュージックビデオとかでも着たことあるし、あレーシングね、衣装もあったね、つなぎの。だからつなぎよくね着てたから、
トークでもつなぎ役だと、私トークつなぎ役じゃない、絶対つなげない。私はガヤかポッて喋りたい時にポッて言って言うタイプでは。じゃあ今日はねちょっと短いんですけれども、この後準備するのでこれで終わりたいと思います。皆さんテレ東音楽祭見てね。では最後におランキング読みます。いきます。13位イズミ、12位ミホ、11位台湾ヨララシ、朝からかわいいね、えいおはよう。10位ファデル、9位アオイ、8位マコピー、7位筋肉愛好家、6位ヒットクマサトル、5位 KK3500、 4位マーアットおだし、3位ナオナオ、2位カワさん、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。そう、21時台に AKB48 は出るのでよろしくお願いいたします。では行ってきます。バイバイ。